俺がボイラー消し忘れてて、ばあちゃんが、ばあちゃんが。ばあちゃんが！話してくれよ！助けに行くんだ！ばあちゃん！助けに行くんだ！離婚にならないか。
うしてこんな無謀なことをする。お前はバカなのか。バカじゃないなら考えろ。死んだらどうするんだ。死んでしまったらどうするんだ。命は皆平等だとお前のような奴は言うかもしれないが、今俺はお前の命がなくなったらということしか考えていない。悪いが、お前だけが助かればいいと思う。俺はそういう人間だ。お前だけはどこにいても俺が守る。心配するな。無事だったのか。よかった。よかったよ。まさか。これで完全に火は鎮火したわね。やはりそうか。なんだ。いや、日本ではなしだろう。俺もだ。だが、
姉ならば仕方がない。なんだこれ、知り合いが全部ウォーレン、お前のしたことなのか。そんなはずがないだろう。けどじゃあ、わけわかんねえ。あら、スバルちゃん、ぼんやりしちゃって、やっと戻ってくる気になったのかしら。何を言っているのですか。俺は帰りませんよ。それよりも、これはどういうことなんですか。親切心よ。周囲に燃え広がらないうちに火を消してあげたの。日本の家屋は木造だからよく燃える。ちんたら消火活動するくらいなら燃えているものをなくせばいいだけでしょ。スバルちゃんが帰らない理由は、恋愛ごっこをしてるからかしら。ごっこなどしていません。あら、でもこれまでスバルちゃんに言い寄ってきた女の子と何が違うのかしら。他の子たちと同じように、この子だって欲しいのはスバルちゃんの持ってるお金なんじゃない。金の欲しくない人間などいません。だが、それだけを求めている人間と彼女は違います。そんなことわからないでしょ。いや、わかります。わからないのは姉様の方です。こいつの周りにはいい友がたくさんいます。互いに守ろうとしています。それ以上に、人の価値を測る方法はないでしょう。私たちと違って、そもそも何も持っていないから楽しくつるんでいられるのよ。あなたはまだ子供だからわからないだけ。ダダをこねてないで、これまで通り私のそばに戻ってらっしゃい。ほら、早くスバルちゃんを捕獲するのよ。何、 SP を。逃げるしかなさそうだな。もう逃げられないわよ、スバルちゃん。待てよ、つか待ってくれて。とにかく逃げるしかない。
なんだ、今は忙しい。ああ、巻くしかないからな。大丈夫か？言ったようだな。俺に巻かれてしまうとは、情けない SD だ。可愛くなどない。まああれだ、これは不慮の事故だ。悪かった、こんなことになってしまって。しかし、本当に悪かったな。こんなことに巻き込んでしまって。わけがわからなかっただろう。それに、元気の家のことも食い止めることができなくて、すまなかった。
元気のおばあちゃんなら家の中にはいなかった。元気が勘違いしていただけだ。お前を助けに入る前に確認した。これでも気がかりなことはないな。